ね、なかなか久米島も知名度がないということでですね、ぜひ、まあ、皆さんの力でこの久米島を発展するためにぜひ皆さんのふるさと納税でお力を貸していただきたいと思っております。そのまた子どもたちの現在育成にもつながると思いますから、ぜひお願いいたします。